6月16日、言うのみ言葉。主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命のとりで、誰を私は怖がろう。詩幣27編一節主は私の光、私の救い。ここに個人的に私の光、 私の救いと記されている。魂はその個人的関係を確信するため大胆に宣言している。魂が申請するとき、神の光は救いの先駆けとして魂の中に注がれる。私たち自身の暗さを示し、主イエスを死体求めさせる光のないところに救いの証拠は全くない。改心の後、私たちの神は 私たちの喜び、慰め、導き、教師、そしてあらゆる意味において、私たちの光なのである。主は内なる光であり、周囲の光であり、私たちから反射する光、私たちに掲示されるべき光であられる。単に主が光を与えられるとは着されず、主は私の光と着され、主が救いを与えられるとは着されず、 主は私の救いと記されている点に目を留めよ。従って信仰によって神を捉えている者は全ての契約の祝福を自分のものとしているのである。これが事実として確かなものにされると、それから引き出される議論は質問の形をとって、誰を私は怖がろうとなる。この質問自体が答えである。 闇の力は恐れるに及ばない。私たちの光である主がそれらを滅ぼされるからである。そして地獄の呪いも恐れるには及ばない。主が私たちの救いであられるからである。これはゴリアテの大幻想語とは違うものである。なぜなら当てにならない腕力に頼るうぬぼれに基づくのではなく、私はあるというお方の 全能の誠の道からに基づくからである。主は私の命のとりで。ここに第三の熱のこもった言葉がある。紙偏記者の希望は切れることのない三重の綱で繋がれていた。主が惜しみなく恵みの御技をなされるところ、私たちが賛美の言葉を積み重ねるのは当然である。私たちの命はその一切の力を 神から引き出す。そして、もし神が私たちを強めようとされるならば、敵のあらゆる陰謀の中でも、決して弱められることはない。誰を私は怖がろう。この大胆な言葉は、現代をも未来をも見渡している。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。現在においても、 将来においても。ローマ人への手紙、八章三十一節